飯田堀の再開発が、再開発がそのクライマックスになって、その大坊さんの土地の中に、その前にその東京都が強制執行をかけるっていうね、要するに機動隊が入るって、もうみんなどきちゃうって、そういう話があったんですよ。それで大騒ぎになって、で、いわゆる労働組合なんか賛成っていうのは入ってたもんですから、ちょうどね、その時にその危機週間みたいなのをやって、最後の木戸田入るって前の日かなんかで、加藤時子とか、箕面さん、都知事ね、昔、その時はもう辞めてましたよ、箕面さんとか、いわゆる左翼系の人がたくさん集まって、あとね、日本テレビの有名な、今でも有名なアナウンサーなんかも来て、何したかな、ね、その方の記者なんかして、その夜、大奇襲をやったんですよ、夜ね。で、そのまた昼間ね、どういうわけか、私の結婚式がそれもこの近くの、いわゆる今のタンス町の市長所というか、地域センター、あそこはね、なんていう名前だったの、やっぱり地域センターみたいなもんだったんですよ。もう一度古めかしいね、いわゆる大阪の建物でね、その2階かなんかね、区営のね、結婚式場があったんですよ。で、そこでやったんですよ。で、ね、話みんな分かんないと思うけどね、その結婚式の時にね、中本がね、その福井さんという千里屋さんの今の会長のお父さん、その時副会長だったんだ、その時方中本になって、で中本に出て、それで福井さんとか、今の会長の福井さんとか、さっき出た山下さんとか、自分の友達がみんな来て、で結婚式やったんですよ。それで終わって、それで終わった時に、そのやる早期集会の飯田堀の、話が複雑で分かんないかと思うけど、飯田堀の早期集会が夜やるから、あとは夜やるんですよ。夜やるからって、そのまま連れて行かれたんですよ。そうしたらね、なんつうの、会場に舞台作っちゃって、で、そのね、かがり状態で、ドラム缶を置いて、そこ2、3個置いて、で、鏡とか、木を焚いて、で、もう、なんつうの、決戦前夜っていう雰囲気になっちゃって、で、で、もう、変な話でね、俺、明日、新婚旅行なんですよね。だそれでね、だって、そうしたらね、大体ね、今の会社の福井さんっていうのは、もう半分落ちることなんだよね。でね、お前、舞台出ろって、ね、挨拶しろって言ったら、ね、言うからね、しょうがない。出てね、で、もう正直に、明日、新婚旅行行きますって言ったんだよ。したらね、そしたら会場のね、みんながね、ダメだってね、ダメだ、お前一緒に戦え、明日戦え、だから一応ダメだって言うんで、みんなで、大合唱みたいになっちゃったね。冗談じゃない。もう長い間我慢してたのに、ようやっと結婚できたのね、まあ、新婚旅行行けないんで、そんなバカなんだから、嫌だってね、強引にぐらい売れちゃったの。そんでね、もう大変ですよ、そんなことがあったのにさ、大騒ぎして、で、あれ、話が落ちやんですよ。で、私は新婚旅行を1週間ぐらいで帰ってきたら、すべて平和に終わっちゃったんです。いわゆる大門さんが降りちゃったんですよ。地権者が降りちゃったら、もう話が、すべて。だから自分はもう、新婚旅行を返したら、すべて断なし。まあ、もう全くそのいわゆる、飯田堀問題っていうのは終わっちゃった。